で、あとはいい選手の条件としてコンディショニングの部分もちょっとお話ししたいなと思うんですけど、僕自身若い時って言っても本当に中学高校とか、まあその後日本でやってる時とかもそうなんですけど、ちょっとやりすぎてたなって思う部分があって、もっとしっかり疲労を抜いて少しでもいい状態でピッチに立つようにもっともっと努力すべきだったなと思う部分があって、今はそれをすごく意識してて、でもそれでもちょっと今でも失敗しちゃう時はあるんですけど、疲労が残ってる状態で試合をしなきゃいけなくなっちゃう時とか、まあチームに所属してる時はね、チームがコントロールしてくれるんでそこは問題ないんですけど、今日本にいる時にこの前土日連続で試合に行っちゃってマジで疲労が抜けなかったんで、まあその辺はちゃんと僕も、まあ30超えてもそういう失敗しちゃうんで勉強しなきゃいけないんですけど、今僕がちょこちょこ見てる中学生の子で、僕と練習する時、午後だったんですよね、午後の3時とか4時に練習するっていう時に朝チームの練習があって、でそれは知ってたんで、じゃあ俺との練習があるからその練習終わったら帰ってしっかりご飯食べてお風呂にも入って、でお昼寝ちゃんとして、でそれから一緒に練習しようっていう話をしてたんですけど、チームの練習が終わった後に自分でボールをずっと蹴ってたらしいんですよね。そしたら時間を見るの忘れてて、気づいたら結構時間なくて、で帰って急いでご飯食べてそのまま僕のとこ来て、で一緒にトレーニングをしたっていう日があって、もう明らかに疲れてたし、最後ちょっと陸上のドリルみたいなトレーニング、走りのトレーニング、体の動かし方のトレーニングをしたんですけど、もうその時もうハムストリングが張りすぎちゃって最後までトレーニングできなかったんで、もう体を休める方にシフトしてトレーニングを終えたんですけど、気持ちはすごいわかるし、その子のそういういっぱいトレーニングしたい、チームの練習が終わった後もいっぱいボール触りたいっていう、そういう気持ちも大事だし、それももちろん才能だと思います。努力をする才能、頑張る才能だと思うんですけど、そこはすごくいい部分だと思います。ただ結局疲れた状態で僕のところに来てトレーニングをするってなると、まあ最高のフレッシュな状態で、この状態でトレーニングに励みますってなったら、この状態でできるトレーニングができるんですよね。ただここから疲れた状態でやる、ただメニューはじゃあ例えば同じだったとすると、ちょっと疲れた状態でその同じメニューをやると、その状態でやることを体が覚えてしまうと思うんですよね。ちょっと伝えられてるか分かんないんですけど、それってすごいダメなことだと思うんですよね。良くない、本当に良くないと思う。 100% の体の状態で 100% のプレーをする、試合でそのプレーができるように100% の体を作るっていう状態なんですけど、いつも疲れてて 80% とか 70% の状態で、 80% とか 70% の中で一生懸命やれるトレーニングをするってなると、そのプレーのその先に行けないんですよね。伝わりますか？伝わってますか？なんかこの辺がちょっと難しいんですけど、それを体が覚えてしまうと僕は良くないと思ってて、結局その抑えたプレーが体に染み付いてしまうことになるんで、僕は実際若い時そういう感じになってたと思います。で JFL とか地域リーグでやってた時も、結局朝練習して午後サッカースクールだったり居酒屋でバイトして、でその日の疲れが抜けないまま次の練習に行って、なんていうんですかね、ちゃんとチームとしてこの日は疲労が残ってる状態で、そこではメニューをこういう風にしてとかって、そういうチームがちゃんとデザインしてる場合はいいんですけど、それ以上に体が疲れちゃってる、それ以上に疲労が溜まってる状態でトレーニングをしたところで、そういう選手になっちゃうと思うんで、その若い時もね、ストレッチをしたりお風呂屋さんに行って交代浴したりとか、できる限りのケアはしてましたけど、でも全然足りなかったし、本当に常に疲労が溜まってる状態でプレーしてた記憶なので、よくやってたなと、あの状態でよくサッカーしてたなって本当思うんですけど、まあでも今この年になって、本当に僕が今目指してるのは毎日最高の状態、もし今日トレーニングをしたとすると、ちゃんとしっかりリカバリーをして、で次の日にはフレッシュな状態になってるっていうのを目指してはいるんですけど、まあでも今スクールとかで働かせてもらってるんで、で週に1回ねこうやって試合をさせてもらうっていうことがあるんで、自分なりにちゃんとこう1週間をデザインして、試合で 100% の状態になるようにトレーニングしてるんですけど、でこのタイミングでこの張り方してたらまずいって思った時は少しトレーニングを抜くし、疲労回復に努めるし、とにかく週末試合をするときに自分の体が 100% の状態になるように、フレッシュな状態で高強度の試合ができるように、
そういう体を忘れないように今やってるっていう感じで、体が最高の状態だったらこのスピードでプレスに行ける、このスピードでこのプレー強度で戦えるっていうのを、結局疲れた状態でやってたら体が絶対忘れちゃうんで、まあその辺はね、忘れちゃうともう僕は選手としてやっていけないと思ってるんで、やっぱそこをね、しっかり高いプレー強度で戦えるように常に意識しながらコンディショニングしてて、でそういうところも、だからピッチ外のところですよね、トレーニングももちろん大事なんですけど、ピッチ外でどれだけしっかりどういうタイミングで栄養を取るか、どれぐらい睡眠を取るかとか、本当にそういう部分をこだわってやっていくべきかなと思います。この辺のコンディショニングっていうのはね、小学生中学生ももちろんそうだし、高校生とかもやりすぎて疲れた状態でプレーしてるとかって結構あったりすると思うので、まあ普段の練習多少疲労してる状態でやらなきゃいけない日っていうのはもちろんあると思うんですけど、そういう時は自主練やめるとか、バランスを取りながら、一番大事なのは本当にピッチで 100% の状態で、まあトレーニングもそうだし、試合で 100% の状態でプレーすることだと思うので、本当そこをね、一番意識しないと、せっかく来たチャンス、せっかくもらった出番で疲れてる状態でプレーして全然うまくいきませんでしたとかってなっちゃうとすごいもったいないじゃないですか。なのでまあ試合に出れてない選手は普段の練習、本当にコンディションを整えて、でコーチたちにアピールするために 100% の状態でピッチに立つトレーニングを行うっていうのがすごい大事で、普段からその辺はね、意識してコンディショニングしていってほしいなと思います。でここからはちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、コンディショニングの部分でやっぱり栄養ってすごい大事で、で僕が前十字やってリハビリしてる時からお世話になってるプリンシプルっていうプロテインの会社があって、そちらでプロテインだったりとか他のいろんなコンディションを整えるために必要なサプリメントだったりがあるので、ぜひちょっとリンクをね、コメント欄と概要欄に貼っておくので、そちらのベースショップから良ければ購入してコンディショニングに役立てていただければと思います。でクーポンコードがあるんですけど、小文字でチカリータって入れてもらえれば 10% オフになるんで、少しだけですけど安くなるんで、良ければ購入してみて試してみてください。僕はプリンシプルのプロテイン以外のものはちょっと飲んだことないんですけど、プロテインに関しては朝用と普通のものとで夜用と3つあって、朝用はベータアラニンっていう成分が入ってるプロテインで、体を起こすために重要な栄養素が入ってます。なので朝用なんですけど、朝飲むのもいいし、例えば練習前に体をシャキッとさせるために飲むっていうのも一つだし、でノーマルのプロテインはやっぱりトレーニング後にね、少しでも早く栄養素を入れて、トレーニングで疲労した体をもう次のトレーニングに向けて回復させるっていうことで飲んでもらえればと思います。であと夜用ですね、夜用のプロテインはしっかり睡眠が取れるための成分が入ってるんで、まあ、プロテインの栄養素で寝てる間に回復するのもそうだし、しっかりした睡眠を取れるように作ってあるプロテインなので、もしよければそちらも飲んでいただければと思います。そんな感じでちょっと最後はね、宣伝みたいになっちゃったんですけど、本当にいい選手の条件というか、もちろんボール扱いが上手でドリブルがすごい上手、キックが上手っていうのでプロに行ける選手、それが理想なのかもしれないですけど、そういう武器がなくても探せば自分にもいい武器があるかもしれないし、でそこをしっかり伸ばして、それで他の弱点を全部目つぶっていってわけじゃなくて、そこもしっかり克服しながら、今自分が持ってる武器だったり、これだったら自分も武器にできるかもって思うものがあれば、そこをしっかり伸ばして、でしっかりいいトレーニングしたら、しっかりいい休養をとって次のトレーニングに向けて 100% の状態を作るというのを日々繰り返した結果で、いつかプロになれるのかなと、いい選手になれるのかなと思うので、僕もまだまだこれから成長していきたいと思うし、この映像を見てくれた方がいい選手になれるように陰ながら応援しています。そんな感じで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。